トリーさん、左の選手、一つはトリー選手がプレーを見ててもまだこう、恐らく 100% まで達してないと思う。その中で彼を連れていく理由と、あと春はなかなかこうジャパンのジャージをしっかりつかめなかった橋本選手に対して、これは意味関しては 100% ではないですね。ただこう、彼の本来持っているフィジカル面というところ、そしてスコット内でも本当に彼 の、 その人格ですね、彼が入ることによってみんなの士気が上がるという、そういうものを彼は持ってますから、そこの部分の 100% でないで今はないんですが、いいプレーをしてくれるというところ、そこを買って彼を選びました。橋本に関しては、頭を正しい位置に置くことができる選手っていうのは、何を言いたいかというと、タフなタックル、それでこう密集している中でもしっかりとボールをキャリーできる人というのは、今日本ではそのオープンサイドフランカーですね、の価値というものが、問われています。それでもちろんスピードっていうところ、そこが本当に今後強化していかなければならないことなんですが、例えばトヨタの若い選手ですね、そのオープンサイドフランカーとして今申し上げたところ、そこを吉田選手ですねは今すごく成長してきている成長株だと思っています。ただその橋本に関してはこう必要があるときに必要なプレーをしてくれる人だと思ってます。テストマッチに関してそこで彼を選出しました。他にご質問いかがでしたか。エディさん、お願いします。バックアップメンバー9人に入っていますけれども、彼らはこの後キャンプに参加するのかどうかどういう位置づけになるのか、を教えてください。The only players that come to the camp, if we've got other players absent for other reasons. 何らかの理由でキャンプに例えば数日間参加できない人がいる場合、そのポジションにこのバックアップメンバーから呼ぶことは考えています。もしくはある例えば怪我が発覚した場合、そこのポジションをこの中から埋めていただくということは考えています。15日間で4試合やるっていうことですから、その場で怪我があった場合はここのメンバーから選手を呼ぶという、そういう位置づけです。じゃあ怪我などがアクシデントがない場合は、彼らはキャンプにもツアーにも呼ばれない。国内も全部このメンバーで帰るんですね。そうです。はい。まず冒頭エディさんの話がありましたように、今回やっぱり我々のフォワードの一番のターゲットセットピースを安定させるかということですから、まずそのセットピースを安定させられるプロップ、それをセレクションしています。でその中であとはやっぱり経験値ですよね。インターナショナルプレーヤーとしての経験値がどこまであるか、でその辺のバランスを見ながら今選んでいるということです。で、グルジア、ルーマニア、ほぼフランスでプレーしているチームですし、その2試合、あと2試合もそうですから、まあ、ここにいますトップリーグのプレーヤーほとんどが多分ニュージーランドとかオーストラリアとか、そういったスクラムコーチングのノウハウはほぼ習得していると思います。まあ、その中で、独特 の、 そのスクラムを組むですね、そのテクニックのあるフランスのプレーヤー、また向こう行って、個人的に私はそういったフランスのスクラムって興味を持っていまして、そういうところと、触れ合えることができるということは非
非常に大きな財産かなと思ってまして、そういうことを経験させて、経験したものが今後自分たちのプレーの幅を広げられるプレーヤーとしてセレクションしました。今彼らがやっているラグビーから考えるといきなりテストマッチをやるっていうのは不可能です。小野沢選手に関してはトップリーグの、まあ、序盤ですね、ちょっと疲れてがる疲れが見えました。本来ならばトライをしなければならないトライが取れてなかったと思います。ただこの最後の3試合で彼の本来のスキップが戻ってきたという、それで本当にセレクションにふさわしい選手に風貌が変わり、そこで選出しました。アルガに関しては13番として考えてます。というのは彼のプレーを見ていてリーダーシップのクオリティ、先ほど申し上げたそのクオリティが彼にはあると思います。例えばサントリーがプレーをしている時 の, アルガのリーダーシップというのは非常に大きな働きをしているんですね。それで彼のランニングプレーの持ち味もまた戻ってきましたし、そういうことを踏まえて彼がこの今後ジャパンが進むリーダーシップグループ の, 必要な人材になるだろうということを考えて選出しました。まあ、その本当に彼が常にそのリーダーシップにならなきゃいけないのかっていうところではないんですけれど、ただチームに対して本当クリアな方向性をきちっと示せる選手、次何をしなければいけないのかってことをチーム内に落とし込める選手っていうことが私たちには必要です。イングランドサイド2003 had a acronym TCUPイングランドなんですが、2003年に TCUP、アクロン TCUP っていうものをやってたんですね。これは常にプレッシャー、負荷を考えた、負荷が与えられた状態の中でどういうふうに考えるかっていうことなんですね。TCUP です。それで、まあ、そこを踏まえて今までの日本代表の過去 の, ワールドカップのプレーを考えていくと、例えばプレッシャー下の中でどういう判断をするかっていうところ、そこを常に考えなければいけないんですね。ということで本当にワールドカップの最後の20分、本当に凄まじいプレッシャーがかかった中で明確な判断ができる人材が何人いるかというところ、そこが必要なところです。ということで、このプレッシャーがかかった中での判断というところ、そこを私たちのマインドセット、例えば物の捉え方としての一つとして、今後も成長させていかなければ、チームとして成長させなければいけないポイントです。We don't want to be brave losers.
本当に有酸な敗者で、もうそういう立ち位置にはいたくないです。本当に素晴らしい勝者として今後は私たちはなっていきたいですということで、本当にこういうプレーができる選手たち、そこを私たちは今必要であり選出します。まずこれはもうずっと変わらないんですけども、やはりそのサイズ的には畠山一番というものがいいと思います。ただし、現時点でのパフォーマンスを見る限りは3番で、もう先ほどそのフランスのスクラムに対してどれだけ本当に畠山ボールが通用するかというところをチェックしたいという気持ちもありますので、3番での起用もあります。で、朝原に関しましても1番3番長井もそうですし、まあ、今回非常にタイトなツアーがありますので、そういった意味では先ほど小林さんの、ご質問じゃないですけど、その一三両方できるような選手も多く選んでいるというのは確かです。それでは次の質問を最後とさせていただきます。これまでマレーサーズ選手をずっと選んできていたと思うんですけど、今回外れたのは、チーム側の判断か個人的な判断か、それともし今回選びたかったんだけど怪我とかで外れた選手がいたら教えてください。He was picked in the small squad to get onマレさんに関してはそのサモアの方のツアーでピックアップをされてたんですが、そのサモアからのオファーに関してはノーと、きちっと彼は言いました。それで今彼と何度もお会いして、それで話をしているんですが、日本代表でプレーをしたいということは明確に彼は提言しています。ということで本当にあとはプールに飛び込んでもらうことだけですね。なので、本当に来年の春にそれが実現するかというところには来ています。ただ選手としてまだまだプレーをもっとこう成長させるプレーをしていかなければいけないと思います。トップリーグをプレーすることによって悪い癖がどん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 彼にこう植え付けられていているんですね。でも彼のポテンシャルを見ると世界のトップ10プレイヤーに入るべき選手です。なので春には本当に日本代表のジャージを着てプレーができる、そういった形でコールをしていきたいと思います。ただ約束はできないです。怪我で呼びたかったけど呼べないという人はいないです。ありがとうございました。それでは本日これで記者会見を終わらせていただきます。